さんはお客様の未来に感動の技術を、最新鋭の機械設備と匠の技術で自動車業界の未来に貢献します。二輪四輪自動車の開発試作部品製造の株式会社西山板金工業、株式会社西山技研、株式会社スクロイ製造、高尾工業株式会社、大和ハウス工業株式会社中部工場浜松支店の提供です。さあ、エントリーナンバー7番まで競技コンクール皆様にご披露いたしました。では一回ここで一休み、続きまして袋井明秀の花火が誇る名物花火です。愛知県岡崎市磯貝煙火店による日本最大級メロディースターマインが登場します。コンピューター制御により花火と音楽が一体となって打ち上がります。ジョルジュ・ビゼイ作曲アルルの女の曲調に沿ってビレー荘厳な花火イリュージョンの世界をご堪能ください。提供は農業と共に歩み続けて109年、未来を担う子どもたちに安心安全を届けます。静岡製機株式会社、塗料塗装設備の専門、グローバルに展開する小島屋工業グループ、豊かさを支えたい、おかげさまで160年、袋井の暮らしのそばに、豊田肥料株式会社グループです。皆様よろしくお願い申し上げます。
とうございました。では競技大会に戻ります。エントリーナンバー8、山梨県株式会社山内煙火店、8号割り物、上り極道付き二円筋変化率、芯が30に入り全体で40に見える日本の伝統的な花火です。8号自由玉、濡れさすかすみ草花束、かすみ草のブーケをイメージしました。夜空に咲き乱れるかすみ草をご覧ください。満天の星空、そんな絶景をフクロイの空に輝かせます。134年、総合建設業の丸明建設株式会社、株式会社ポーラ、ポーラ化成工業株式会社、ドコモショップ浅葉パディ店、農芸管理株式会社、株式会社お野菜。エントリーナンバー9、秋田県株式会社小松煎火工業、8号割り物、上り銀利き与え新変化肉、全体で5層の同心円を描く菊型花火です。8号自由玉、ウォータークリスタル、光が水面にきらめく様を表現しました。帰ってきた光の妖精たち、4年ぶりに再開されたフクロイ遠州の花火を祝福する光の妖精たちの舞をご覧ください。
さんはリンクトゥーザネクスト、つながる技術で未来につなげる NSC バーナー株式会社、株式会社中屋、株式会社アイノリア、株式会社中津川建設、株式会社門材建築です。エントリーナンバー10、茨城県株式会社山崎煙火製造所、8号割物、上り曲付き家新人点滅、くっきりすっきりとした多重心を求めて毎年改良を加えています。8号自由玉、円周灘の輝き、打ち寄せる円周灘の荒波をイメージしました。スターマイン、光と影の物語、時は光を放つ矢のように過ぎ去る。もっと穏やかにのんびりと、そう、海を漂うクラゲのように流れていたい。パナソニック、あなたの街の電気屋さん、株式会社久野金型製作所、株式会社アカデミージャパン、ハウス食品株式会社静岡工場です。さあ皆さん、袋演習の花火が誇る全国花火名人選抜競技コンクール以上となります。いかがでしたでしょうか。もうどれも素晴らしい花火芸術でした。デジタル審査員の方々もこれだと思う花火名人を一人選んで投票をしてください。さあ誰の頭上に文部科学大臣賞は輝くのか。審査結果は後日地元新聞や花火公式サイトにて発表をさせていただきます。では皆さん、今一度花火名人たちの素晴らしい演目に感謝して、拍手かお手持ちのライトを振ってください。花火名人の皆さん、本当にありがとうございました。以上、全国花火名人選抜競技コンクールでした。さあでは続
続いてのプログラムに移りましょう。次は地元湖西市の三遊文化さんによるスペシャルスターマインの打ち上げです。今年は袋井商工会議所創立30周年と VCCI ベトナム商工会議所との MOU 締結10周年を迎えます。また袋井商業高等学校見学100周年、富士山世界文化遺産登録10周年、日越外交関係樹立50周年の節目の年でもあります。ではそんな30年間の変化を花火で表現していくプログラムです。協賛は関東、静岡、中京を太いパイプで結ぶ東海道ど真ん中の物流会社、物流で産業と暮らしに貢献する株式会社サンワレッツ、ヤマハ発動機株式会社、袋井温泉やわらずの湯、ユニチャームプロダクツ株式会社、市川グリーン株式会社、三和科学株式会社の提供です。Thank you.
皆さん、泣いても笑ってもついに大来年です。今年も黒い演習の花火ラストを飾るのは演習トラックグループがお届けする日本一ジャンボワイドスターマインです。今年のテーマは新たな感動の幕開けです。演習トラックグループは町から町へ真心を届けます。演習トラックグループは人から人へ笑顔を運びます。お待たせしました。日本一ジャンボワイドスターマインが演習トラックの創業の地である黒いの夜空を4年ぶりに華麗にそして豪華に染め上げます。それでは演習トラックグループがプロデュースするドラマチックでダイナミックな音と光の一大スペクタクルを心ゆくまでご堪能ください。打ち上げは長野県長野市のベニヤ青木煙火店です。
供は衛星トラック株式会社、株式会社東洋物流サービス、衛星トラック関西株式会社、小笠原総株式会社の衛星トラックグループでした。皆さん、今年の花火を楽しんでいただけましたか？ぜひ海岸にいらっしゃる花火師さんにありがとう。